3時間できないんですよ。だからお昼も普通にやるとして、まあ、9時半まで7時59分まで6回分やるっていう計算でいくと、また朝配信しますか。朝配信したら見てくれますか。さすがに5時はちょっと多分無理なので、7時ぐらいだったら、7時ぐらいだったらできますけど、朝1回と昼を何回かしてかな。そしたら起きます。何時に朝やったらいいでしょうか。そしたら朝やって、お昼は普通にいつも通りの昼と、夜だけ違うけど、6時台なら仕事前に見れそうです。じゃあ6時半とか、そうですね、6時から6時半までの30分間でいいですか。じゃあ6時から6時半までと、12時半から1時までと、4時から4時半までと、5時半から6時まで、1,2,3,4,5、 あれ？
短くても間が30分ぐらい空きます。6時半か7時がいいな。6時半か7時6時半か7時の方がいいんですか。6時半から7時までか、6時から6時半までか、どっちがいいんでしょう。配信と配信の間は1時間空けるといい。短くても30分ぐらいの間がありますね。30分間ぐらいしか空けられない。いや、そんなことはないけど、普通時間で考えて、6時半からがいいですね。6時半から7時にしましょう。ここが1時までで、3時間空くのか。ここで3時間空いて、3時間空くんだったら1時間の方がいいのかな。でもそうすると普通に午後、普通にみんな仕事とかしてる時間なので来れないと思うんですよ。1、2、3、4、5、6。最後の枠は長くしてもいいかもね。最後の枠は1時間でもいいか。最後だけ1時間にしようかな。そしたら5時間じゃなくて5回配信になります。5回、そしたら5回配信ですよね。間違ってなかった。もうなんかこうちゃんとしたメモ用紙、何にも真っ白なメモ用紙に書いてるわけじゃないので、自分で何書いてるかわからないんですよ。6時半から7時と、12時半から1時と、4時から4時半で、これで
3時間なるかな。30分で1時間3時間だ。じゃあ一応見せときますね。自分でも何か書いてるのかわからないですけど、この時間でいいでしょうか。最後が絵とかぶっちゃってるんですけど、ここは6時59分から7時59分、ここは5時半から6時までです。そしたら1時間全部1時間以上は空いてるんじゃないかな。1時間以上は全部空いてます。全部っていうか、まあ59分あ空いてるところあるけど、3つ目は6時半からだと助かります。1、2、3、3つ目？まっちゃんと一緒にイベント完走するの楽しみ。そう、明日は最後なのでぜひよろしくお願いします。とりあえずこれでやっちゃいますけど、1、2、3、4、5、じゃあこれでやっちゃいますね。ショールームじゃない、なんだっけ、ツイッターに投稿しときます。5日、おめでとう。5日間連続配信おめでとうってことかな。お、1
1万減った。ランク10位まであと22万5507ポイント。すごい、3月も明日で終わりです。4月は春ですね。早く山形県にも春が訪れますよ。訪れてほしいです。早く春だね。春ですね。最後の時間は午後7時から7時59分59秒の1時間でいいかも。そうか、59秒だから別に1秒6時59分からだとしても1秒しかないのか。そうですね、じゃあ7時からにします。7時から7時59分までにします。ところで今日は全身のお披露目はできますか？全身はできないです。上半身だけ。雨が降ると残雪かなが一気に溶けるよね。そうですね、溶けますね。雨はじゃあなんか明日は冬に戻る気温みたいなさっき言ってたような気がするので、ちょっとどうなんでしょう、どうなのかわからないですけど、明日は天気が悪いみたいなので、雨が降ると思います。スクショタイムお願いします。スクショタイムいきます。田んぼにはまだまだたくさんの雪があるもんね、山形。そうなんです、田んぼがまだ見えないんですよ。山じゃなくて明日は暖かい服装で。そうですね、明日は服装ちょっと服もよくわからないので、ごちゃごちゃいっぱいありすぎて、早くクローゼットを片付けないと。今日はメガネしてないんですね。メガネありますよ、あるけどなんか服的に合わないかなって思って。しろちゃんおばんです。あれ何時まで配信できるの？10時までできます。50
じゃあ今日は55分から配信じゃなくてランキング読みます。明日もこの勢いでいきましょう。そうですね、今日は12位から11位にランクアップしたので、上がったので、明日も上がれるように。対戦の配信見るの初めてかも。初めてですか。ランクアップ嬉しいね。そう、すごい嬉しいです。あと夜に越されちゃうかもしれないです。春休み中にイオンは行きますか。イオン、イオンですか。わからないです。課題の自主弁は終わったんでしたっけ。課題の自主弁みたいなやつは明日やって、明日で春休みの課題は全部終わりです。配信の合間にしようと思います。明日はメイクでもしようかな。メイク配信とかでもしようかなと思います。ツイッターフォロワー増えましたか。何人だっけ。60人ぐらいこのイベントで増えました。このイベントを始めて何時、いつからだったっけ。このイベントは、このイベントは25日だから1,2,3,4,5、この5日間で50人ぐらい増えました。通知いっぱい来る。通知なんか分かんないんですよ。じゃあ来てて気づかないのか、わからない、来てないのかはわからないんですけど、ちょっと、はい、普通にツイッターのフォロワーを見たら増えてました。56分だ。じゃあランキング13位から読みます。いきます。13位、源さん。12位、きらめぎさん。11位、レディオスさん。10位、ジンさんかな。9位、ベイスタさん。8位、まろやかさん。
7位さこっちさん、6位くまこうさん、5位わさっぴさん、4位いのちゃんまんさん、3位めんどこのしっぽさん、2位ねこぴさん、1位ももたネットさんです。ありがとうございます。昨日は多分急に切れちゃったので59分になったらやめますもう一日お疲れ様でした。ありがとうございます。明日は最後なので、最終日、イベントの最終日なので、ぜひ最後まで応援よろしくお願いします。明日は何時から？明日は朝の6時半からですので、お仕事に行く前に。ぜひ見てください。ゆっくり休んで早起き頑張ってね。ありがとうございます。多分また部屋着だと思うので、寝起きの部屋着だと思うので、ぜひ来てください。59分なのでやめようと思います。また明日。